皆様ありがとうございます。ありがとうございます、はい、さあ盛り上がって盛り上がっていきましょう。行きましょう、行きましょう。さあ決勝です、決勝です。どっちが勝った、さあ笑うのはどっちか、最後に笑うのはどちらなのか。ザンギタン対マイケルタン、ザンギ対ケン。開幕は開幕です。さあゆっくりと、さあお互い動かない、飛びを通して投げを狙うか、そこにしっかり竜巻を置いて、少しずつ少しずつダメージを奪っていく。さあ前飛びで落として、この試合本当気になるんですよね。一般的にはかなり剣がきついっていう話ですけどね。そうですね、先ほどやはりあの A ブロックの方ではあの 1P さんの剣を破ってザンギタンさんが勝ち上がってきてますからね。さあ剣対策はできているのか、それとも逆にマイケルタンがザンギ対策ができているのか。さあじゃあ体力リードしてのマイケルタンだが、表から竜巻からコンボしっかりつないで1本目取ったのはマイケルタンの剣。二条さん、きついと言ったご本人からで打つけど、でも一本目はまずマイケルタンさんで、マイケルタンさんですね。あ、1P さんですね。さあ逆にさ近づきづらい、上しっかり見てる、 EX 落として、さあ技をチクチクと刺しながら、か少しずつ少しずつダメージを取っていく。中足と中足と波動でチリチリと差し合っていく。しかしそんなのお構いなしにダメージを一気に取り返す。残儀の破壊力、残儀が取って大きい攻めが、さあこれで残りがお互い残り取りが少ない。これは前、さあ残儀が通して大きい攻め、さあワンチャン引っかかる、ワンチャン引っかかったら死ぬ打力。これはさあずんずんと近づいていくザンギ、さあどお互いドット昇竜、うわ出ますね上は、上見てたすげえ。はい、まずは1戦目はマイケルタンさん剣ですね。マイケルタンさんですね。いやなんかよく考えると、あの前ねちょっとルーファス対剣っていう対抗戦僕もやらしたやった時にあのマイケルタンさん来ていただいたんですけども、すごい方がすごいですね。今見てて鳥肌立ちましたね。俺もすごいびっくりした。恐ろしいですね本当に。もう一番僕パンピーなんですけど見てて興奮しますよ、すごいですね。すごいですね。さあ、はい、というさあ、さあ、1試合目取ったのはマイケルタンの剣。はい、さあ、リーチかかりましたね。リーチかかりましたね。さあ、しかし、ザンギタンもここで負けるわけにはいかない。魔法を見せるときは今来たのかもしれません。魔法が決まるのか。キャラね、当然すぐキャラ変わらずの来ますけども、キャラ変わらずですね。本当にすごすぎるっすね、見てて。あれなんですよ、もう本当なんかすごすぎてなんか顔にやけてるんですよ僕今にやけちゃう本当に。見ててもうゾクゾクですもんね、うん、とか言って。さあ2試合目、さあステージは変わらず再び、さあ大剣を大剣が使ってしまう。さあ大剣は着信しかないかどうせ、さあ強気昇竜裏に行ったところに強スク入って体力一気に半分奪う。さあ超龍剣がすごい強気、このお互いの屈伸が怖い。ゆっくりと何かを狙っている。少しずつ少しずつ
中足を刺してすかず離れての距離を維持しながらダメージを奪ってくるマイケルターン。大気が刺さる中足でチクチクとダメージを奪っていく。うますぎますね。もうアイドルが絶妙。さあ移動投げ、さあリーチをかけたリーチをかけたのマイケル。すごいわ、すごい。使ったところにしっかり中足からコンボで投げるダブルアップ EX 潮流でダメージ一気にバトルマイケルなのけ。しかしザンギダもじりじりとゆっくりとダメージを奪うチャンスを狙っている。さあコパマリから何かを狙っている。さあ毎週刑が勝利を出してスペイント EX コーナーで、ね、飛び出してコパからダブル落としてダブル落として何を狙う。体力はさあこれでお互い5分。この状態で何を狙う。中継と連続して中継を出してさあバニーなウルコンはバックステしていた。うわバックステにウルコンが刺さって、はい、ということで、はい、2010、そしてシャドル2012日本予選終末大会推薦枠